から出てくるのかと思ったらそうそうそう、アレックスとかさ名前違うからなんか新キャラ投入してくるのかと思いきや俺らからしたらね、イカマジンって言われたらカニマジン絶対思い出したダッタダのダッドリーマンでしたさ、カニからのガキンガッパ1ヒットさせて逆に難しいっていうあ、コーク、ああノーマル打っていくさあ、シャガプチュパ確定ですね、確定ですね、なるほど、コークの無敵は短い、いや、下段に弱いですね、下段下がやっぱや、うん、ダトリがやっぱ下に弱いですね、下段っていうか低姿勢系に弱い、うん、密着以外が初段が、あ、確かにそう、初段が届く、ね、距離だとね、低姿勢技大体ダメですね、うん、ですがダットリーの暴力が強い、台形強い、さあ空中ターゲット、カニ、これで結構イブキが行きたがる組み合わせの一つですね、さあ囲って、イブキ的にはダットリー戦は自分の仕事だみたいなとこあるんですかね、か割といけるみたいな、さ、霞が話ですね、なるほど、なんかその有利不利じゃなくて、うん、いけるみたいな組み合わせ結構あるじゃないですか、例えばガットリでユンとか、うん、どっち有利したら多分ユンなんですけど、うん、でも多分ユンはやりたくなくてダットリはやりたい組み合わせ、確かに、うん、なんかねユン戦なら、うん、ダットリの仕事だろうみたいな雰囲気はありますね、うん、うん、有利不利とかではなく、やっぱまあクーペなんか特にそうですけど、5人のチームだといろんなキャラ入ってくること多いじゃないですか、ってなった時になんかユンに行きたくないっていうダットリとはあんま組みたくないですよね、あーなるほどね、例えばその先鋒戦でこっち負けました、うん、ってなった時に残り4人誰行くってなった時に相手ユンで、うん、なんかダットリ、おお引っかかった、引っかかりましたね、今の室内が引っかきましたね、2先なんでもう1試合ですね、今日は2本で2先です、負けた方はキャラ替えも OK、 あ、いやダメです、え、負けた方もダメなの、うん、ダメ、ダメです、あ、そうなんだ、あ、そっかそっか、基本、うん、水曜大会はキャラ替え不可ルールです、そうですね、危ない危ない、普通に嘘ついてたらいいの、嘘ついちゃダメです、さあ開幕カニが入る、ダメ端、さあ後ろ投げて、あのタチコパンってブロっても立ち台系入らないんだっけ、ね、受けるから、あーそっか受けるから、うん、パンブロなれ確認、PA とか、あーそっか、そういうことができる、まあ、ウフ系の技、イブキはウフ系の技全部1ぐらい抜きだから、あそれで浮かれちゃった時に大体マシンガンが確認ないよね、なるほど、だからじゃあ台形台形コーク、なるほど、うん、そこまでそこまでやれば OK、 あとは台キングで確認できればね、うーん、こうやって確認できれば OK、カニー、さあ2試合目はまたしても今度はダットリマンじゃねえや、なんだっけ、イカマジン、イカマジンさんです、一方的な展開で1対1、さあ私は五分、タロアレックスだったら普通にダットリだった確かに、さあ3本目です、突然の大マシンガンモニターで見てるせいかすげえ速かったもん中パン、コパン中パン、ターゲットをやろうとしたブロー、あーなるほどね、ターゲットってやった時の中パンがうまく引っかかりましたね、まあ、言うてもよくあるけどジャクジャク中の、あーあー確かに確かに、ああ足元、小技小技で刻んでいくが、スマッシュ、たまに中攻撃をぶられるとこうなっちゃうんですよね、うー立っている、とりあ
りあえず一旦離して 安全に位置を入れ替えて、さあジャンプライパーが強いんだ、これ動いてるよねやっぱ。おあさあ足りない、コンボをきちっと決めて削り失敗、削りだったのか当てに行ったのか分かりませんが、イブキのフルコンぐらい減ってますね、減ってますね。さあなんか、あでもね、お互いゲージが強いキャラなんで、これちょっと3ラウンド目を見越しながらゲージを貯めたいですね。あーおっと助かった、はははなんだなんだよくわかんないぞ。さあ削りたいのか削りたくないのかよくわかりませんが、さあゲージも、ま、あー中盤今フルコンの危機でしたねゲージを何としても3本持っていきたかったのかな、お互いこれ最強状態です、ね、さあマックス、さあ霞がで、なんかですね、暗転絡むとねちょっと出しにくいんで、ナイスグラップ、お大大そうなんですよ、あれね、なるほど、コークがさあカス当たり、おお今のは何でしょうね、のあの下段のやつですね、首折り、まあ、多分なんかの化けだと思うんですけど、ああさすがにそうか、うブロ、さあイブキはターゲットが豊富、でもダッドリーの飛びを地上で受けないようにしてますね、いい感じで、さあコンボ決まって、さあこれはまず連打すると危ない、削り取ってフォークスカル、おお弱だったんで届かない届かない、さあ入れ替えた、水事号で逃げていく、この入れ替えは大きいぞ、フォークがあとコーパチューパー、いやー難しいですね今のは、あーカニーワンちゃんが発生、あーなんだな、え今のは何だったんですか、ちょっとね私の経験ではちょっと分かりません、分かんない、俺もちょっと分かんない、ちょっとなら分かるんですよ